海底神殿の攻略に失敗して、私のアイテムは海に沈みました。水中呼吸と暗視のポーションが残っています。アイテムが消えるまでのリミットは5分です。こっちじゃ、ないね。悔しいけど、戻っても倒されるだけだね。ネザーに入れば、カウンターが止まるはずです。あのアイテムは、未来の私に委ねます。47秒ってことは、次回このゲートをくぐってから、4分13秒後にアイテムが消えるってことだね。次に来るときは、ネザーで水中呼吸と暗視のポーションを飲み、ボートを片手にゲートをくぐろう。帰路の途中、彼は勝ち切る力のなさを嘆いた。慣れたから大丈夫だろうと、おごり神の破滅を招いたのだ。逃げずに立ち向かい、散った方がマシだと、後悔の念に苛まれた。あ、やばい。ブレイズが2体いる。鉄防具はあるけど、武器がない。ここは、強行突破しかないね。鉄防具に身を任せるのは、久しぶりです。熱い、熱いよ。人参も焼ける。ブルータス、メトイ、ガスト、お前もか。熱い、熱いよ。なんかいろいろボロボロだよ。本日は、ハッピーハロウィンです。この日だけは、一部のモンスターがカボチャをかぶっています。そのコスプレしたモンスターを探します。ゆっくりしてってね。とりあえず、私もカボチャをかぶります。アップだと、怖いよね。バニラのカボチャは、こうなっています。ちなみに、私はコスプレしたり、お菓子をもらったり、あげたりした思い出がありません。つまり、全く馴染みのないイベントです。このコスプレいいでしょ？エルダーガーディアンを倒したのか？ねえねえ、ハッピーハロウィンだよ。海底神殿の攻略は終わりましたか？それはともかく、カボチャをかぶったモンスターを知りませんか？シーランタンは？スポンジは？それ以上言ったら、泣くからね。そうかい、次は頑張れよ。うん、郵便局の裏に行ってごらん。地下にモンスターがいるから。どうもありがとう。落下式モンスタートラップのことだね。今日はもう遅いから、221B の寝室で眠ります。ゆっくりシャーロ。おはよう。221B の寝室が、一番落ち着くね。いい天気かな？いいね。郵便局の裏に向かいます。最後にカボチャのコスプレを見たのは、いつだったかな？イベントは継続されているのかな？ここだね。ガラスがあるよね。いないね。照明を消します。カボチャさん来てね。まだスポーンしないね。相変わらずカビ臭いな、ここ。さあ来い。来たな。来たー。コスプレゾンビだね。確かに、このイベントは継続されていました。防具を着たコスプレモンスターはいるのかな？いないね。カボチャと防具は、入れないのかな？ゆっくりシャーロ。もっとコスプレが見たい。夜の渋谷に繰り出すか。そういえば、関西にあるテーマパークで、コスプレが流行っていたとニュースで知っています。
なんで渋谷の街中で、それをするようになったのかな？週末とか考慮して、アバウトな日付でコスプレするでしょ？だから、ハロウィンがいつなのかわからなくて、ネットで調べました。あと、ハロウィンの前にハッピーをつけていいのかも調べました。私、知らないことが多いからね。コペルニクスの地動説や、太陽系の構成も知らないからね。ハロウィンに関する知識も、全力で忘れるつもりだよ。ソア橋を渡るのも、久しぶりだね。ほら、見えてきました。廃墟の村です。もう村人はいないので、夜に歩き回っても大丈夫です。ゴーレム、剣をでおったか。イエーイ。ここは、ケース36で見つけた砂漠の寺院です。初めて見つけた寺院だったので、とても興奮しました。確か、華麗なる攻略で、見なかったことにしてください。そろそろ、日が落ちるね。コスプレパーティーの始まりです。おーおい、ゴーレムちゃーん。こんばんはコスプレパーティーだよ。頼りにして。背を向けるなよ。暗いから、色調補正をかけるね。あ、コスプレスケルトンが負けた。いてて、戦うの忘れていた。まずい緑の倒しておこう。うわあ。スケルトンに飛ばされたクリーパーが、私の頭上を飛び越しました。外した。外した2回目。3回目。外した4回目。ヒット。外した5回目。え？フレイム様々かよ。あれよあれよと、ハート4個だよ。ベイカー街の裏で収穫した人参うまうま。ゴーレムさん。お願いしますよ。ゆっくりシャーロ。昨晩は調子が悪かったです。今晩、もう一度チャレンジします。日中は暇だから、洞窟でも見学しますか？まだ村人がいた時、この洞窟に入って帰った者はいませんでした。そんな曰く付きの洞窟のため、入り口は丸石で閉ざされています。未探索の領域を見つけました。さまよえる村人を発見できるかもしれません。ギャー。エイム大丈夫か？ふぅー。奥が深いかな？そうでもないね。この音を聞けば、単なる雪止まりで済まないでしょう。どうやら、地下のパーティー会場を見つけたようです。この音見えない。うわぁ、ハロウィン怖いよ怖いよ。燃えてるから余計にテンパる。はいはいみんな、雨をあげるよ。この矢は、おじりが雨でできているからね。いたずらしちゃダメよ。参るぞ。何個も見つけているのに、未だにモンスターハウスが怖いです。慣れるってこと、知らないのかな？川とはいえ、エンチャントされた防具を着ているので、このゾンビ強いね。ケース36の時に生成された領域なので、チェストは期待できません。よし、今晩もハロウィンパーティーです。また色調補正をかけるね。お？パンプキンのコスプレいるけど、嫌な予感がする。なになにこの音？こえー。人間のうめき声じゃん。やってらんないよ。さっきからずっと撃たれてるよね。ハスクか、確かにハスキーボイスだね。ここ安全だね。うえー。
あれもか？あ、間違ったでござる。弓してた。ごめんごめん、私の間違いです。もういい感じ。まずい、見失った。いい加減中に入ってこいよ。うわぁ、入ってくるなよ。また消えた。お菓子が欲しいのか？村人ゾンビか。そうだ、治癒してこの村を復活させようかな。あ、今じゃないけどね。いた、コスプレスケルトン。明るいところへおいで。今日の主役は、君たちだからね。ちら？うわぁ、気持ち悪い動きだね。え？自分で放った矢が、跳ね返ったのかな？経験値を拾いに行こう。よし、間に合うかな？ギリギリセーフ。もう夜が明けるね。カボチャをかぶっているモンスターは、昼間でも活動できます。おーい、みんな集まれー。ハッピーハロウィン。結構怖いよね。あらあら、日が昇るね。最後まで見てくれて、ありがとうございました。あ、失礼いたしました。カボチャをかぶらないとね。これでいい、これがいい。最後まで見てくれて、ありがとうございました。何年かぶりのマイクラハロウィンで、楽しませてもらいました。それから、海底神殿のリベンジをするつもりです。ベーカー街で、最高の武器と防具を新調します。でも、それには少し時間がかかります。次回も、ベーカー街でお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。